業深き罪人よ、懺悔なさい。懺悔？私に言ってる？はい、その胸元や腰回り、いろいろな意味で罪深き方とお見受けしました。どこ見てんのよ。このように私を含め人は業深き生き物、自らの罪を認め聖主様に告白するのです。心を見つめ直すことで業は鎮められるでしょう。あ、そう。今までにやった罪を白状すればいいわけ？そうです。安心なさい、どんな罪も聖主様は許してくださいます。告白します。聖主様、私は監獄で暴動を起こして脱獄してしまいました。それから町の倉庫に放火して船をかっぱらって逃げました。あと海賊に協力して軍の施設を壊滅させました。邪魔した奴は皆殺しです。どう？聖主様は許してくれるかしら？いや、その懺悔の前に聖霊に出頭することをお勧めしますが。ええ、そのつもりよ。聖霊の親父アルトリウスを殺すのが私の目的だから。タイマシ様、すぐに来てくださいこうなると思ったわ。LOL。 業深き罪人、わしに言っとるのかい？ Oh, you can do him with, oh dear。 どこから突っ込んでいいかわからないほど業深き者よ、罪を告白なさい。わかったわ。ずっと本当のことを言いたかった。 Oh my god。 でも勇気がなくて言えなかったの。きっとこれは聖主様がくれた機会なのね。Oh my god。 違う、私が思っていたのはあなたよ。ずっとあなただけを見ていたの。私をですか？しかし私は聖主様に仕える身。いや、あなたも私だけを見て、そして抱きしめて。私はなどというこっつまらん恋愛小説を読んでしまったんじゃよ。どうしようもない無駄な時間を過ごしてしまったことを許したまえ。なんという罪作りな。おっと、罪を告白するつもりが罪な告白をしてしまった。サイズ、許しておくれ。くー、許したくない。業深き罪人よ、懺悔なさい。俺か？特に懺悔することはない。いやいや、あなたのいでたちからは相当な罪の気配を感じます。今ならまだ間に合います。罪を告白して反省するのです。と言われても心当たりがない。暴力を振るったことがあるのでは？いや、俺が振るった刀。I wield my swords。その刀で人を傷つけたことがあるでしょう。そう、傷をつけるだけで殺せなかった。俺の未熟さだ。次は必ず切り殺すぞ。悔い改めるところが違います。切ったことを反省してください。おう、もっといい切り口で切れってことか。そうじゃなくて。さっぱりわからん。司祭は人間を導くのが仕事だろう。もっと誰も信用せんぞ。しっかりしろ。はい、反省します。って、あれ、Oh, that's it? That's too bad.